ミカン星人は、白、さきかずまが考案したキャラクター。ミカンに手足が生えたような格好をしており、宇宙人という設定である。フジテレビで、かつて放映されていた、ウゴゴルーガの CG アニメーションコーナーのキャラクターとして採用されていたことから、関連グッズなどは、フジテレビが主導して販売している。なお、表記について、ミカン星人は、書籍内で稀に用いられていることがある。 未完成人は5期である。未完成人の著作権については、白、さきかずまと富士テレビが保有している。未完成人、スクリーンセーバー2100円のメディアローカルさんと呼ばれる超次元に存在する未完成からやってきた地球侵略を企む宇宙人という設定。テレビに初登場した1992年11月2日。 または1993年10月が青年月日とされている。単性世代のまま成長し、接合子を作った時に優性世代となって花を咲かせ、その際に種子に似た極めて小さなミカン星人を空中に放出し、一生を終える。ごく普通のミカンに手足と顔が描かれている。いわゆるゆるキャラのような単純に可愛いとは言いがいが憎めないキャラクターとなっている。 以下に身体的特徴を列記する。ミカン星人が登場した時代は、一般家庭ではワープロが主流で、パソコンは学校、企業や一部の愛好家が保有するのみでほとんど浸透しておらず、パソコン通信再生期であった。このようなパソコン初期時代からミカン星人を題材にしたパソコンソフトは存在しており、パソコンとは密接な関わりがある。 1993年に発売されたミカン人スクリーンセーバーは初の国産スクリーンセーバーとしても有名である。ソフトウェア会社ビレッジセンターがミカン人のスクリーンセーバーとスクリーンメイトを開発、販売していたことからパソコンとも深い関わりがある。1993年にミカン人スクリーンセーバー2100円をリリースして依頼数種類リリースし、 新製品がリリースされることに徐々に未完成人の生態が明らかになっていった。ビレッジセンターがリリースしたものとしては、2005年6月に復刻版未完成人、スクリーンメイト 4WindowsXP をリリースしたのが最後となった。ビレッジセンターのリリースしたソフトウェアは、現在においてはすべて絶版品であり、正規ルートでの新品の入手は不能である。なお、 一部ソフトウェアを除き大半は16ビットコードで開発されているため64ビットのコンピュータでは動作しないが32ビットの Windows 7では実用的なレベルでほぼ正常に動作する。地球侵略を企む未完成人がついに Windows の侵略を始めたという設定で販売された。未完成人シリーズザーツがリリースしているアプリは iPhone 用ではあるが 現在でもアップルストアから入手可能である。ただし、少年たけしが事実上休止になってからは、新しいリリースはされていない。いずれもゴーゴルーガのグッズとして、フジテレビジョンが販売していたものであり、現在は、絶版品である。制作はいずれも白、さきかずま。2005年放送の、ガチャガチャポン。ないコーナーアニメ。DVD として、未完成人学習長。 未完成人、チルドレンが発売された。また、フジテレビサイト、少年、たけしデジタルコミックとして、ウェブアニメ、未完成人、グリルも配信された。フジテレビ深夜バラエティ、ハイポール内で2016年8月25日より、放送のショートアニメ、ありがとうございます。